はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。スターディーのりょうくです。今回の企画は、おあー目隠しだ、目隠しオックスフォード、イエーイ。前回の7に引き続きね、だから中学入試で前回7中に目隠しで挑んで、それの時12問中7問かな、確かできた。まあ5問あれだけどね、図形問題なんだけどね、うん、で今回大学入試でどれまでできるかって感じか。ん？英語だったら無理なんだけど、英語？はい、オックスフォードなのでもちろん英語で。あーなるほど、そのために今回はスターディーの英語担当のバッキャにもお越しいただきます。あーなるほどね、よろしくお願いします。お願いします。いやー英語か、だからリスニング要素がさらに加わるってことやね。そういうことになりますね。実際数学だけだったら言うていけるかなと思ったけど、英語だったらまず数学用語が分かんないもの結構あるじゃん。それを結構予測していかなきゃいけないってことやね。頑張っていきます。だからちょっと頑張りますわ。頑張っていきましょう。頑張りましょう。ということで早速やっていきましょう。おっしゃ、はい、頑張るぞ。それでは早速いきましょう。はい、 Question 1。 Question 1、 英語だ。The equation x cubed minus 300x equals 3000has A no real solutions。 ああなるほど、そういう感じか。 B、 はいはいはい、 exactly one real solution。 ああなるほどね。 C exactly two real solutions。 はいはいはい。 D exactly three real solutions。 E infinitely many real solutions。 なるほど、五択か。五択で解の個数が何個かっていう、そういう形式ね。で、x cubed minus 300x equal 3000 だっけ。はい、 x cubed、 だからキューブドって、だからキューブが立方体だから x の3乗だね。 x の3乗引く 300x イコール3000の解の個数を聞いてんのか。だから問題自体は分かるな。だからこれ、あーもう英単語が分かるかどうかゲーだね、完全に。まあでも、で1問目だからかもしんないね。1問目、でも1問目は分かるわ。 x 3乗引く 300x を微分して、で、3x が10と -10 が引く1、で、10を見ると1000と3000と2000と2000から2000と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 2000
The answer is B, 正解です。よっしゃー。うわー、これ、うわー、どうだろうな。なんか先が読めない。これ、まあ1問目は分かったけど、先が読めねー。先が見えないっていうのは、いやもうね、英単語がね、分かるか分かんないかと、あと数学が1問目から2問目、3問目ってどれぐらい難しくなっていくのかっていう感じかな。オックスフォードだからね。なるほど、先が見えない、うん、舐められない。目隠しにかけてるのかなって思ってたんですけどね。かけてた後付けがひどい。かけてたよ。それでは、続いての問題いきます。 Question 2。 はい。The product of a square number and a cube number is A. Always a square number and never a cube number. ああ、なるほど。それ。A cube number. あ、じゃあ C だ。それだ。The answer is C. C, correct. Yay, correct. 正誤判定も英語。OK。ちなみにゲンゲンさんも気になってた今回の問題だと、うん、product。Product。プロダクト、積だよね、多分。そうです、プロダクトが積です、うん。これ4つあるんですけど、和が sum。和 sum。差が difference。difference、そうですね。うん、で、積がプロダクト。これはもう、ちょっとね、積プロダクトっていうの分かんな忘れてたけど、意味的にそうかなっていう、問題文的に。なるほど。そう。で、小は分かんないな。小だね。うん。quotient。あ、quotient。なんかね、聞けばね、あ、そんなんだったなって感じ。The answer is okay. D or correct. あ、よかったよかった。だから3 or A equal 3 or A equal minus 3のやつ。
The answer is B. You're correct. イエーイ Hooray! 喜び方も Yes. Oxford. Oxford. Oxford 流じゃあ E で The answer is E. You're correct. これいけるな、なんかいける気がしてきた。いやこれね、なんか数学的に神があればね絶対できる。それでは、はい、第6問。解を2個持つ、だから0、1、2、3、4ってことは C だね。 The answer is C correct. イエーイ、すごい。いや、いけるマジか。なんかね、いける。でもね、実際大学入試で言うと問題の難易度は日本の方がむずいかも。そうかな、まあそうだね、うん、日本ってやっぱむずいんだなって思う。確かにレベル高いね、日本の入試は。なんかね、こう英単語が分かれば結構いけるな。 OK、ちょっとストップ。 Time And there's one more equation. OK, go on.紙があれば解けるよ、これは。だから紙があればできるね、うん、そういう企画です。いや、そうなんだよ。待って、だから最初の2つで ABC has specified equations uniquely. Okay, so、that's A and the answer is A か、A。 Yay! Thank you. すごいね、もう終盤だよ。今何問目？8問目。おお、今ちょっとクイズタイムショックみたいな感じだったね。今何問目？8問目か、そう。これは4分なんですね。じゃあ、不戦勝でいい？俺の。いや、ダメ。頑張れ。一律の得点で。それではいきます。はい。Question 8. Okay, question 8. The triangle ABC is right-angled at B, and the side lengths are positive numbers in geometric progression. Geometric progression. It follows that tangent of angle BAC is either A, square root of 1 plus square root of 5 over 2, or square root of 1 minus square root of 5 over 2. B, square root of 1 plus square root of 3 over 2, or square root of square root 3 minus 1 over 2. C, square root of 1 plus square root of 5 over 2, or square root of 5 minus 1 over 2. D, negative square root of 1 plus square root of 5 over 2, or square root of 1 plus square root of 5 over 2. E, square root of 1 plus square root of 3 over 2, or square root of 1 minus square root of 3 over 2. まあ、なるほど。二重混合があるっていうことだけ分かった。二重混合があるから、口だけじゃ伝えられない。なるほど。二重混合だな。だからまあ、問題文をね、完全に忘れちまった。だから、各直角三角形があって、はい、The triangle ABC is right-angled at B. At? B. B, okay?And the side lengths are positive numbers in geometric progression. Geometric projections? Progression. Progression. Geometric progression, ね。It follows that tangent of angle BAC is either. だから、geometric progression が何を表してるかだな。いや、俺さ、帰国子女なのよ。でも小学校までしかアメリカにいなかったから、ジオメトリックプログレッションはね、小学生の範囲じゃないわ。まあそうですね、うん、確実にそうですね。ジオメトリックプログレッションでしょ。だからなんだろうな、ジオメトリー幾何的、んジオメトリーってジオグラフィーが幾何か、いや、ジオメトリーが幾何、ジオグラフィーは地理学です。地理か、ジオメトリーは幾何だよね。はい、だからジオグラフィー幾何的、幾何的プログレッション、幾何的に増えていくってことか。あ、でも、あ、分かったかも。等比数列かな。そのね、幾何平均っていうのがあって、幾何平均って今でいう相乗平均っていうもので、掛け算っていう意味なんだよね、イメージ的に。幾何っていう日本語のイメージで言うと、だから等比数列を
直角三角形の辺はなしってると等比数列っていうのだとなんかタンジェントに二重混合が出てきそうだなっていうので、ね、意外と合致するのよ。だからそれを前提に一旦ね解いてみて選択肢が一致すればそれが答えかなっていう感じだな。ということで計算すると、まず A2 乗イコール B2 乗プラスあ、ん？ B2 乗イコール A2 乗プラス C2 乗だから、AAR、AR の2乗っていうふうに3辺を置けばよくてで3平方の定理より1たす R の2乗イコール R の4乗で R の値と R 分の1を求めればいいということか。だから R の4乗引く R あこれいけそうだな R の4乗引く R の2乗引く1イコール0だから R の2乗が2分の1プラスマイナスルート5で R は絶対0より大きいから2分の1プラスルート5だから、ルート2分の1たすルート5とその分の1だからルート5引く1分の2で4分のルート5引く2分のルート5引く1とか OK 答えは分かった。はい So tangent is squared squared 5 plus 1 over 2 and squared 5 minus 1 over 2. So you selected C and the answer is C. Yay!残り2問のところまで来ちゃったよ。いいね。しかも今回選択肢頼ってないからね。そう、すげえ。まあ実力があるんでそうね、数学これはねやっぱできるわ。数学ちょっと数学教育系 YouTuber のね意地を、まあ数学に限ってないけど、これもリスニングだからね。そうだね、英語の実力も問われるから、ね、ジオメトリックプロジオメトリック、なんだっけ、プログレッションか。これがね、分かんなかったけど、まず答えの二重混合的な感じと、あとは、ジオメトリックとか、プログレッションでどんどん上がっていくみたいな、はい、そういう進んでいく的なことで、等比数列かなっていう推測だよね。勉強は無駄にならないと。そう。やっぱ分かんないものも、今まである知識を総動員すればできると。素晴らしい。いや、これ、よかったよかった。これね完全に違ったらねもうドヤ顔できないですわ。ただまだあと2問ありますからね。はい、まあラスボス、はい、ラスボスと中ボスってことね。いきます。じゃあまず中ボスから。はい OK so the answer is A. The answer is A. Final answer. Yes, the answer is A. Correct. Yayまあ、これはいけたっていうか、おし、9問連続正解。Last question Number 10。 あ、これいけるかな。最後どれぐらい難易度があるかな。ちょっとだけ用語が多いかもしれないですね。なるほど、推測が試される。まあまあでもジオメトリックプログレッションができたからいきます。過去の栄光、よし、行こう。 Question number 10、yes. Last questionLast question. An equilateral triangle has center O and side length 1. A straight line through O intersects the triangle at two distinct points, P and Q. The minimum possible length of PQ is A, 1 over 3, B, 1 over 2, C, square root of 3 over 3, D, 2 over 3, and E, square root of 3 over 2. ちょっとね、今ね、最初イクリなんとかなんとかみたいなこと言われて、あもうダメだって言ったらどんどん先進んで本当にダメになった。容赦なき。なんか PQ があって PQ のミニマムを求めなさいっていう問題なのは最後の方分かって、もう一度問題の方を読みます。ありがとうございます。 Equilateral triangle has center O and side length 1. A straight line through O intersects the triangle at two distinct points P and Q. The minimum possible length of PQ is 分かった。イコなんとかっていうのは分からないけど、イコの時点で、たぶん、その後トライアングルが来てるから、正三角形な気がするのよ。で、その後にレンスが1っていうふうに1って言ってるから、普通だったら、他の三角形だったら、3、4、5みたいに3つ情報がなきゃいけないのよ。でも、1としか言ってないってことで、正三角形だろうっていうのは推測できる。で、センターが O。で、一辺長さが1の正三角形で、O を通る線を引いて、PQ。
が出てきて、その PQ のミニマムってことは正三角形の中心を通って一本 B って直線引いた時にその二交点だよね、それが PQ とした時のその PQ の最小値を求めなさいっていうことか。はい、これはねちょっと論証をね省こうかな。二択、3分の2か2分のルート3かって言えるな。で2乗すると9分の4と4分の3だから3分の2の方が小さいから、まあ3分の2かな、2 over 3かな、2 thirds。 The answer is 2 thirds D. So you got this question right too. Huh? You got this question right.